こんばんは。11月11日水曜日の夜ですね。平山茂と申します。こんばんは皆さん。大丈夫ですよ。大丈夫ですからね。はい、今日は11月11日です。まあ、ポッキーの日ということですよね。1111111でポッキー、なんでか分かりませんけどもポッキーの日ということでね。皆さんポッキー食べましたか？せっかくだから食べてもいいんじゃないですか？食べましょうよ。とりあえず僕もポッキー買ってみました。ただですね、一番スタンダードのポッキーが売ってなくて、このなぜか限定みたいな、冬季限定冬のきらめき黄金バター仕立てバターキャラメルチョコレートということでね、まあキャラメルの味がするんでしょうね。こっちがですね、テイスティー全粒粉を使ったパリザク食感、発酵バターを使った香ばしプレッツェル。なるほどなるほど。僕はあのスタンダードが一番食べたかったんですけど、ちょっとなかったので、今日はこれをね、食べながらではないです。食べながらはしないです。ね、ぜひ、食べてみてください。セブンイレブンで買いました。こちら。まあまあ、とりあえず冷蔵庫入れておきます。とりあえず冷蔵庫入れておいてね。後でゆっくりいただきます。いや、水曜日です。いや、本当にお疲れ様でした。ね、明日は木曜日。ね、木曜日、金曜日と、あと2日です。そしたらまた週末がやってまいります。天気もね、いいですから、本当に。まあ、風だけ本当に引かないようにしてもらって。してもらってって言い方もおかしいですけどね、風邪はひかないようにしましょう。本当に体をしっかり温めて、本当に大丈夫ですから。本当にあの毎日見てくれている方、そして今日初めて見てくれた方、本当にありがとうございます。私は大丈夫だよってただ言ってるだけの動画です、これは。はい、本当に大丈夫なので、大丈夫ですから、大丈夫だよ、うん、大丈夫だから。ちょっと声、ちょっと大きい声出しますね。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、あなたは大丈夫です。本当にあなたは大丈夫ですよ。大丈夫、本当に大丈夫だから、本当に安心してください。大丈夫だから、うん、大丈夫、うん、本当にそれが言いたいだけなんです。本当に明日は木曜日です。明日も一日楽しくいきましょうね、うん、せっかくだからちょっと最後にポッキー食べるよ。どっちがいいかな。こっちのテイスティーを食べます。ポッキーの日にポッキー食べますよ。あれ、なんか太いぞ。中はこんな感じ、うん、こんな感じでちょっと、ああなるほどなるほど、こういう感じでね、いつも通りの純正、まあ、ノーマルですね。僕よくあのすごい細いやつを食べるんで、こんな感じ。あ、なるほど、プレッツェル。ああなるほどね、このわかりますかね、これほらこういう感じでちょっとこう層になってるんですね、本当にね、うん、プレッツェルということで。ではまた明日会いましょうね。ね。ちょっと手抜いてるんじゃないかって。そんなことはない。そんなことはないですよ。本当に。大丈夫ですからね。僕がとかじゃなくて。大丈夫ですよ。大丈夫だから本当に。本当に。昨日の動画とか一昨日の動画も見てください。本当に。真剣に喋ってますから。真剣ですよ、私は。ただ今日はポッキーの日だからポッキーを食べようと思ったんですけど、食べるっていうのはどうなのかなって思っただけです。まあでも食べますけど。じゃあまた明日お会いしましょう。平山茂でした。これはもうせっかくだから。プレッツェル美味しいね。うん、香りがいいよ。